キャンプ行くとこういう松の葉っぱとかがいっぱい入ってくるんですよね、中にね。はい、こんにちは、フラシです。今日はですね、新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな、ちょっと大きい。はい、今日届きましたのはこちらということで、じゃん。はい、これはですね、スマート H5 っていうハンディクリーナーですね。車の掃除とかって結構めんどくさくないですか、大きい掃除機持っていくのって。で、私はなかなかそれができなくて、こういうのがあればいいなと思ってたんですね。で、また今ね、ちょうどこう、引っ越しだとか、大掃除だとか、いろいろそういうシーズンになってきて、ちょっとやたら掃除をする機会が多いですね。そんな時にちょうどいいのが届きましたので、ちょっと今日ご紹介したいと思います。ハンディクリーナー H5 ですね。さ、じゃあ早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということで開けてみますね。これまあまあね、大きいですね、私の机の上でやるにはね。はい、ちょっと開けてみます。ということで、じゃーん。綺麗なパッケージングしてあるんですよね。で、やっぱり小さいですね。あ、ほんと小さいな。いや、小さいとは聞いてましたけど、小さいですね、本当に。ちょっと出しますね。箱いいな。箱、ここにいろいろあって、あ、スタンドとかもいろいろついてますね。あ、これもね、すごくシンプルですね。はい、ちょっと箱の中に全部出しました。はい、中に入ってたのは、この本体ですね。本体、よし。はい、こんなのです。すごく小さい。おー、これは小さくていいですね。はい、質感はこんな感じですね。こんな感じ。かっこよくないですか、これ。大きさがね、大きさがいいですよ。これ、こんな小さくて。で、それ以外に、先端のノズルですね。これね。はい、先端のノズルがありました。これ、こうやって刺すの。こうやって刺すんだな。こうやってね、刺すノズルですね。それからケーブルと、取扱説明書ですね。ケーブルはタイプ C ですね。タイプ C が使われています。あ、ここか。ここですね。小さくて分かりにくかったけど、ここですね。ここにタイプ C のケーブルがありますね。はい、タイプ C のケーブルがあって、ああ、そうか。ここにこうやって立てるんだ。こうやってね。ここでこのまま充電できるといいね。これ、ガチャンと。あ、逆か。あ、こっちか。こうやって刺すのか。あ、こういう感じですね。かっこいい。こんな感じです。はい、こんな感じでね。かっこいいですね、これね。うん、ちょっとおしゃれじゃないですか。はい、こういうものですね。まあ、上から見るとこんな感じ。どうでしょうか。それから予備のフィルターですね、これはね。予備なのか何なのか、ちょっと中開けてみようか。僕の前から、あ、こうやって開けて、これがフィルターがあって、あ、これの中がこんな風になってますね。はい。こんな風になってて、これの替えですね。スペアが1個余分に入ってるということで。はい。構造はこんな感じ。ここにこうやってつくかな。うん。で、メタルのフィルターがあって、その中にさらに先ほどのペーパーフィルターがあるということですね。なんで、二重フィルターということになりますか。しっかりした作りですね。で、ちょっとこれ、フィルムを外してみましょう。このクリーナーの最大の特徴は、残量が目で見て分かるということのようですよ。残り何パーセントとかいうことがね、分かるということですね。ロックはこんな感じで、カチャンと。まあ、これ外してもいいけど。ね。はい。ちょっとスイッチ入れてみる。電源、バッテリー入ってるかな。おすごい音するな。あ、ここにね、ちょっと音がうるさいですけど、ここに数字が出てますよね。残り20分30秒。あ、これはこういうの画期的じゃない。残り20分30秒とか、残り何分とか、こう残りの分数が出てるっていうのはね、これはすごく使いやすいかもしれない。そうなんですね。はい、じゃあ先端を変えてみましょうか、これにね。そしてこんな感じでセットするときはこういう感じ。充電は こちら側ですると。充電ドックみたいなのはないんだね。はい、充電口はここ
こですね、ここから充電するということで、ちょっと仕様だけ簡単にご説明すると、これはかなり強力と言っています。強力っていうのはちょっと私も単位が分かんないんだけど、1万5000パスカルっていうんだけど、1万5000パスカルがどれほどのものかっていうとね、あ、できたできた、長押しで長押しで、あ、強弱、長押しすることで強弱ができます。これが今強、お、相当きついですね、相当強いですね。これ初めは弱からスタートするんだね。それで長押しすると強になると、あ、強だとあと8分しか持たない、早くやんなきゃみたいな。で、弱だと18分使えるという、そういうことか。なるほどね。で、強だと今日だとかなり強力ですね、これね。これここを押すとどうやらこうポンとゴミがね出せるみたいですね。だから吸い込んだものは、まあ、特にペーパーフィルターとかなしでこのままポンと出せるということですかね。まだ今ほとんど吸ってないのであれですけど、つまりこういうことかな。いいですね。大きさがすごくいいですね。その40センチぐらいしかない大きさで、直径これは6センチって言ってますけど、長さはピュッと上がって、まあ、40センチですね、約40センチ。太さは6センチ、直径6センチと。これかっこいいなぁ。車の中ではもちろん邪魔にならないし、なんか外出てくときに、ね、持っていける大きさだね。これカバンの中にも入るような大きさですね。うん、これならこの現場でなんか掃除したいような人たちって、これぐらいのものならコンパクトに。で、1回の満充電で30分使えるそうです。最大高校時間って言ってますけど。で、それから先ほど言ったこの液晶ボタンね。ちょっとつけるとうるさいですけど。この液晶ボタンですね。はい。この液晶ボタンがすごく見やすい液晶ボタンになってます。で、残りの残量時間。はい、残りの残量時間がこうデジタルで分かる、あと何分みたいな感じで使うことができると。これが全部、あのフィルターも全部水洗いが可能ということです。このフィルターは水洗いができるということですね、これね。ちょっと家中掃除してみよっか。ちょっとだけ掃除してきますね。はい、ちょっと掃除してきましたけど、ちょっと掃除しただけですごいじゃん、これ。かなり強力でね、結構気持ちいいですね。重さがね 540g しかないから、やっぱ軽くていいですよ。この軽さはね、やっぱこの掃除 しようかなという気持ちにさせてくれる感じだね。はい、なんで、まあ、この 540g ということと、バッテリーもあのタイプ C だからね、まあ、専用のドックに入れなきゃいけないとかそういうことがないし、バッテリー取り外し式でもない。これバッテリー外せるのかな。バッテリーはどうなるのかな。ちょっとバッテリー式だけど、バッテリーが取り外せるかどうかはちょっと分かりませんね。ちょっとこれは簡単にはできなさそうですね。はい、はい、ということで、非常にいいじゃないでしょうか。ハンディクリーナー H5 ですね。充電時間が5時間、2アンペアで3時間、1アンペアで5時間と。連続稼働時間が標準で30分、これは標準ですね。で、パワフルモードだと半分の15分ということだそうです。で、先ほどの標準モードだと9000パスカルで、パワフルモードだと1万5000パスカルということで、車の中はですね、キャンプとか行くので、こう砂とかですね、砂利とかそういうのが結構ね落ちてるんですよね。ちょっと掃除するのもね、ちょっとうんざりしちゃうぐらいなんで、大変汚れてると思いますけど、ちょっと恥ずかしいけど車の中をね実際掃除してみたいと思いますので、行ってみましょう。レッツゴー。今日にして やってやります。どうかな、これどうだね、砂とか。簡単じゃないのがいいの。まあとにかく軽いのが楽でいいんですよね。これ先端外してやります。先端外した方が簡単、
楽かも、広い面積でやれるので、こういうシートの隅っことかは先ほどの先端のものの方がいいかもしれないけど、あとはこういうポケットの中とかね、こういう中とかはね、まあまあ砂が入ってきてますね。ああいいね。まあ、こういう細かい細いところはここすごく拾ってくれ。ああ出てくるね中から。あまりこう今まで目をつぶってた部分があるんじゃない、こういうところって。もういいかって言って感じで。で意外と目をつぶってる部分をちゃんと。こういうところとかね、これ軽いからやっぱり楽だね。ホースも何もついてないし、うん、綺麗に取れます。あ、弱っていうか標準でもね十分吸いますよ。強じゃなくても、あ、これだったら30分使えるな。あ、別にあの強にしたから特別吸うという感じじゃなくてね、標準でも吸ってくれますね。あのこれ標準ですけど、標準でも十分吸ってくれますね。はい、ということでなかなかじゃないでしょうか。いや、あっという間にちょっと、まあちょっとの間ですけど、これぐらい取れましたね。はい、いいんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうかね。なかなか結構吸い取ってくれましたね。ちょっと私が実際やってみて分かったのが、パワーモードと標準モードっていうのかな、が2通りあるんですけど、あの標準モードで十分吸い取ってくれましたね。っていうか、あまり変わらない気がしました。なんかちょっと私の感覚のせいかもしれないですけども、まあ標準モードで やってもパワーモードで、パワフルモードでやってもそれほどね吸い込む力の差っていうのは感じなかったんですね。だったらまあ標準モードで長持ちさせた方がいいかなという感じだったんですね。まあ音はね、まあまあけたたましい音するので、まあ静かではないのはもちろんそうだけど、まあ静かじゃないからよく吸うんだけどね。はい、そんなわけで、今回はですね、トロテックジャパンさんのご提供で、スマート AIH5 というハンディクリーナーのご紹介でした。もう大掃除の時期でもあるんだけど、まあ普段からね、これ車の中に1台置いておきたいですね。車に掃除機ってなかなかね、いいのをなかなか置いてる人いないと思うんですけど、これぐらい立派なものを置いてると掃除する気になるし、いつもねパッとこう何かこうした時にスッとこう掃除するような習慣ができると思います。まあ、お値段はね1万ちょこっとっていう1万500円ぐらいのものなので、そんなに極端に高いというほどではないけど、まあ、掃除機にしてはね、ハンディクリーナーにしてはちょっと高いかもしれないね。はい、でもまあ充電式ということと、あと先ほど言ったまあそのいろんな特徴を含めて、まあ、買いじゃないかなというふうに思いました。ちょっと私もこれから車をきれいに乗ろうと思いました。結構汚れてた。砂とか石とかね、キャンプ行った後はね、本当に細かい砂ですね。砂粒が車の中にいてね、本当汚いんですよね。これでちょっときれいに乗りたいなというふうに思いました。はい、ということで、よろしければですね、今現在グリーンファンディングで、クラウドファンディング中ですから、詳細をね、ご覧になってみてください。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立ちそうな、こういった商品のご紹介もしていきますので、よろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さよなら。これで掃除します。さよなら。